皆さんこんにちは、児玉遥です。今日はなんと大人気ドラマ日本統一の撮影現場に突撃しちゃいたいと思います。はい、実はですね、私今放送中の日本統一北海道編に出演させていただいてるんですけども、そのつながりもあって今日はね来れることになりました。今新シリーズを日本統一撮影されてるということで、その現場に遊びに行っちゃいます。あれ、北海道編撮影したの7月ですよね。北海道編はもうちょっと冬だった気がする。あれ、夏でしたね。夏でしたっけ。6月7月あたりで、6月7月なのにもう涼しいと思った記憶あります。まあ実際に北海道でね、はい、撮影しましたし。そうなんですよ、北海道で撮影して、私は稚内のホステス役で出演しました。ぜひね、気になる方は北海道文化放送か U-NEXT でチェックできるので、ぜひ見てください。どうだったんですか、撮影時は。結構こわもての方がたくさん。そう、めっちゃ緊張してます。ガチガチで、何しようどうしようってすごい萎縮しちゃって、私安風さんと山口さんに挨拶するの忘れちゃって、児玉ちゃん、児玉ちゃん先輩に挨拶してって言われて、はっってなってめっちゃビクビクしながら、児玉遥ですって言って挨拶しに行ったの覚えてます。じゃあ今日もちょっと緊張ってことですか。緊張しますよ、だってもう大先輩ですから。その時打ち解けてはないんですか。打ち解けるっていうか、まあ、最初の現場に入る瞬間はすごい緊張しましたけど、はい、でもその後からはみんな優しく話してくださって、なるほどなるほど、和やかな撮影現場でした。じゃあ今日は久しぶりの再会ということで、はい、楽しみです。じゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。ビルの屋上でのシーンを今撮ってるみたいなんです。なるほど。そうそう、だからちょっと建物に入りたい。ここかな。ここ、そうですね。こんなピリッとした撮影の前に見せたもんじゃないです。終わった時だね。こちらの待って、緊張する。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。なんで変顔してるんだ。北海道編の時、はい、一人で北海道行かれてたじゃないですか、はい、逆に皆さんと交流とかどうだったんですか。いや、僕は絡めてないですよ。いや、もうあのお綺麗な女優さんなんで、あの近づかないようにしてました。私たちはね、近づけないオーラを出されてた。そんなことないですよ、全然。でもあまりこう近寄りすぎて仲良し小良ししちゃうと、まあ、ちょっとあの顔が汚いもんで変な風に思われちゃう。そしてやっぱり綺麗な人とゴリラじゃん。めっちゃ褒めてもらえる。ゴリラじゃないですね。これどう、ゴリラじゃないですか。ゴリラ様。作品の時はね、キリッとかっこよくしてます。そうですよね。ぜひ見てください。それとですね、今日は実はこちらを見ていただきたくて来たんですけど、私が新紙を発売することになったので、ぜひね。これまだあの製本されてない、はい、あのまだどこも出てないやつなんですけど。大丈夫ですか、今撮影中ですよ。大胆なカットいらない。めちゃめちゃ大胆ですよ。おい、かわいい。ワンちゃんもかわいい。おい。大丈夫ですか、これ今これから撮影ですよ、僕たち。そうなんです、すみません。こんな気持ちが、アドレナリン、アドレナリン、気持ちがね、アドレナリン出てきちゃった。こんなの出しちゃっていいんだ。いいですね、出しちゃっていいんだ。大丈夫ですか、本当に あの本番中やめてくださいよ。10代ちゃうねん。あ、いいじゃないですか。これは福岡で撮ったんです。めちゃめちゃ際どいんで。結構攻めるね。そう、この写真集はすごく攻めてます。ね、出たら買わなきゃ思っちゃった。間違いないですよ。こんなサインが今まで騙しちゃってね。興奮しすぎ。これやばい。これやばいやん。う
もうそこにしか目がいかない、ね、俺も自分からお前通りだね、作戦通りですよ。俺頑張りました頑張りました頑張りました、はい、しっかり全力かけました。ありがとうございます。もうゴリラだ、ゴリラだ、ほら。ありがとうございます。はい、素敵な感想いただきました、今回。いやもう最高です。マジで、これはもうみんなが買う価値があるんで。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。緊迫してますね。撮影現場。すごい、ピストル持ってる。確かに。よーい、はい。おい、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 おお疲れ様です。何を見てたんですか。夕日をね。いや今撮影がシーンが終わって休憩中ということだったので。え、何ですか。ちょっと緊張します。ちょっと緊張します。緊張します。日本と北海道編でありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。距離切ったらいいって。さっきさんとのシーンではちょっとねすごいインパクトのある撮りましたね、バーで。見ましたか、ちゃんとオンエア見ました。オンエアまだ見てないです。マジですか。このまま見ない方がいいかもしれない。すごかった。音が得意。俺でもムカついたからね。あ、お前俺は見てても基礎かったもん。自分で見ても。児玉はどうでしたか。児玉はの演技はどうでしたか。え、児玉のお芝居ってどうでしたか。僕から言いますか。もうね、付き合ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。はいはいか。絶対見てください。そしてですね、私今回写真集を発売することになったんですよ。そのためやん、全然、ね、全然そのために来たやんか。ねえ、なんなん撮影中なんかどうのこうのとか言って宣伝するために来たんでしょ。ぜひ見てくださいよ。なんちょっと聞かんかった。こっち見てくださいよ。この表紙から感想をもらいたい。感想をもらいたい。感想。絶対やる思ったから。今絶対オンエア見てもらったら分かります。どんだけ引くかはみんな分かります。まだ行かないんです。あ、いいですか。みんなでちょっと声かな。え、これ見ながら実物もこん、あ、こ、あ、こんなんなって。だいぶ攻めてるね。ちょっと測って。いや、これ止めへん。止めてくれへんか。結構早めに早めにやめて止めてくれみたいな顔しましたけど。こんなにいいの？いやでもまだこれは序の口なんですよ。物出しなん？お、なになに？ずっと助け求めてるやん。うわー、でも攻めてるな。てるね。ええの？ほら、え？見すぎです。でもやっちゃう。でもこれが本望ですよね。写真集的には。もっとすごいな。近づけて。どこから撮影したとか。これは東京。東京で撮影した。東京で。もう出てるやんか。言うたらあかんよ。目玉のショットが、目玉のショットがあるんですよ。早出してよそれ。いきます。じゃん。じゃんじゃんって何。そうなてる、ね、これをすごいよ。なんかちょっと芸術的みたいな。あ、嬉しい、ね、なんなん一番嬉しい褒め言葉。こない意見しやがって。いや本当にありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。あ、ぜひプレゼントさせてください。はい、皆さんにぜひ送らせていただきます。送ります。ちょっと安く出さないので待ちたいと思います。安風さん、お疲れ様です。北海道編の日本プーチではありがとうございました。本当だよ。ごめん、失礼します。今北海道文化放送で放送
送中の何それ。私よくぞ気づいてもらいました写真集を出すんです。この度破れてるじゃん。そうちょっと急いで持ってきたので破れちゃいましたこれまだあの製本されてないあのサンプルなんですけど、ぜひ見ていただきたくて。めくりにくいんですけどね、今回頑張ったんですよ、過去最大露出で。何やってんだよ何やってんだよって感じなんですよ。こんな子に育てた覚えはないって言われないよ大丈夫なのお父さんとお母さん。大丈夫、まだ両親見せてないんです。だから見せられるこれ。ああこれまずいだろう最後が目玉なんです。最後のページです。どこが目玉なの刺さらなかったみたいです、安くじさんには。ええ、ちょっと老眼だな、ちょっと老眼鏡持ってきてえ、そう、えってなるんですよね最後。ちょっと何が起きてるのって感じなんですけども、なんか嫌な気分になるね。どうしてですか。いや俺の自分の娘がこんなことしてたら、うん、もう感動だね。感動完全にもう家には入れない入れられないってこれ普通の本屋で売れるの。売れますね、しっかりとした写真集として捕まったりしないでも逮捕レベルに脱いでいますぜひ見てもらいたいです。逆にすごくいい感想をいただきました。本当にいいの。まあ変態か。ありがとうございます。すみません、今日は撮影に乗せまして、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。いやー緊張しました。僕もめちゃくちゃ緊張しました。石崎さんも緊張しましたよね。ちょっと震えました。オーラもすごいし。すごい。音楽がもうオフの時から漂ってるので。すごい。ね、確かにこんにちはとか言うのもちょっとまだ震えてます、ね、緊張しよう。さっき荷物忘れて帰ろうとしてましたよねいや無事終わりましたけども、素敵な感想いただけましたね。よかったですね。よかったです。本当にこの写真集は私もマネージャーさんも作ってくださったスタッフ一同も本当に渾身の気持ちで気合を入れて撮影をしたので、それがねもう皆様に伝わると嬉しいです。あと一番はやっぱり私自身の内側だったり見える魅力みたいなものを感じてもらいたいんですけども、その裏に私たちの気合が込められているので、ぜひこの写真を堪能した後は本気を感じてもらえたら嬉しいかなと思います。なんかこの写真集が話題になって、はい、児玉遥っていう、うん、児玉さんを知らない人に児玉遥って名前知ってもらって、はい、なんか次のいろんなことがチャレンジできたら、ね、次のステップにつながる、はい、作品になれば、なったかなと思う。もちろんこうやって写真集だけ見るとすごく、ね、グラビアの人脱いでる人みたいな形になるかなと思うんですけど、違いますね。今月も映画、ね、主演作公開されてますし、先月も公開されましたし、一番はお芝居を中心に活動していきたいですし、映画やドラマで残り続ける女優さんになりたいなと、そこを目指して頑張っております。そしてね、こういう写真集が発売されますけども、ぜひ多くの方に見ていただきたいです。それでは今回の動画が良かったなって思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。